水源は、青森県出身の僧侶、カナダ在住、エカヤーナビハーラ住職、水源特性禅寺、菩大藩に秋はむ人とし、トギビックとも言われる、南方仏教も、北方仏教も、二つの教え一つであるということを提唱し、宗派を問わずに、世界中で、布教伝道、瞑想指導を行う。瞑想法は、特に、三口の瞑想や、 サキパトーナ、スッタノカーヤヌパッサナー、ベドナヌピッサンナ、シタナパッサンナ、ドムニパッサンナなどを指導している。水源禅寺とシルシマボロシ禅寺1946年、青森県弘前市に生まれる。大阪産業大学自動車工学科を経て23歳で、カナダへ移住し、トロント大学自然科学科、ウォータールー大学数学科に在籍。百七十六年、三十歳で、 韓国の総慶州の印幻に指示し、在家者として、北方仏教の禅を修行して、7年後に空を見る。水源禅寺とパオセア道1978年、32歳頃に、カナダで最初となる、ダライラマ14世の法和会を浄土新州、トロント本願寺で開催し、ダライラマ14世から4回分別館と瞑想を、実践するように指南される。2004年、 57歳で退職して、世界を旅した後、ミャンマーのパオ森林総院、モーラミアイン本部でも、出家者として、南方仏教の瞑想を修行し空を見て、わずか11ヶ月で全過程を終了する。これによって、北方禅と南方禅の両方を極め、見事に一致させることとなった。その後、儀象大師の保守商業を収め、急遽涅槃を得る。 さらに39時間の3枚発読により、阿弥陀仏の浄土を完備。あとに、ゆい行の深議下月の訪問に従して、無数の大宇宙が5次元から成り立っていることを確認する。2012年1月、スリランカの大長老、大統領に会い、仏舎利九9粒を譲り受ける。2012年、66歳で、新言州地山派の不動明王ごまともを修行し、 京都神護寺での具法大使会談1200年記念、平成高尾勘定に入団して、密教も体得する。2012年から2013年にかけては、日本、韓国、ミャンマー、インドネシア、スリランカの5カ国で、それぞれ不動小とも主法。インドネシアのボロブドゥールでは、第9禅場で、大涅槃会を発生させ、密教の究極奥義である、促進成仏を体験する。 現在、カナダのトロントにある、エカヤーナビハーラで瞑想を指導し、不法のため世界中を回っている。ありがとうございます。